はい、みなさん、おはようございます。僕はおはようございます。皆様こんにちは。また朝が来ちゃいましたね。もう最近朝が来ちゃったら、あの、ああ、朝来ちゃったってね、思っちゃいますね。うん。いろんな、いろんな意味で。か金さん、どうもです。株さん、マイク保さん、解説ありがとうございます。自由席と指定席の、えー、価格差はおおむね5ユーロ約720円程度ですかとなると、 日本とほぼ同額となると思います。ヨーロッパの夜行列車では、食事の配膳も車掌の仕事なんですね。うん。あのね、そうらしいです。僕は乗ったことないんで、でもこれ乗ったら、あの、写真ね、撮影とかしてみたいですね。えー、客室乗務員やレストランの係員ではないことに驚きました。で、車掌は車内改札をはじめとする、えー、車内巡回業務や、駅に着いたらドアの開閉や、 ホーム上の安全確認をしたりするほか、ダイヤが大幅に乱れて、発着番線が、えー、と変わるときには運行指令とやり取りをしないといけないケースもあると思うんで、大忙しいです。うん、で、URAE、あれ u は通用日の連続タイプとフレキシータイプの2種類があるそうです。お詳しいですね、えー。全然知らなかったです。 フレキシータイプは青春18キップの使い方と似ていますね。カブさんの場合は、6ヶ月以上ヨーロッパに滞在している外国人、ヨーロッパ人以外の方に該当するため、さらに割安なインターレールパスも購入資格があるようですよ。おありがとうございます、うん。そんなもんあるなんて。 えー、ヨーロッパの鉄道旅行をしたいとお考えの場合には、利用を検討するのもいいかもしれません。実はあるんですよ。まあ、今すぐはちょっとわかりませんけど、落ち着いたら、うん、あの今年は本当にそういう感じで、えー、どっか行きたいなと思ってるんですよ。まあ、ちょっと全然どこに行くか決めてませんけどね。うんまあ、最近、オスタンドの、えー、なんだいろんな 周囲を探検しまくったんで、そろそろちょっと違うところにも目を向け始めていこうかなと考えてますんで、はい。その人、よろしくお願いします。うん。ゆいのややさん、2連続です。えか、ー、ぶさん、お疲れ様ですね。駅のホームからの動画は臨場感がありましたね。駅弁があったら最高ですね。えか、ー、ぶさん、今日2月20日は、かぶの日だそうですよ。 えー、株さんは歌舞伎見たことありますか私はないですけど、海外でも有名な日本文化の一つですね。カ、え、ブ、ー、さんもゆっくり眠ってくださいね。うん。いや、昨日はね、すごく変な夢見ましたよ。干上がった川にレールがあって、歩いてたらめちゃめちゃ恐ろしい波に襲われるっていうね。うん。溺れたんですけど、苦しくなかったです。はい。えー、っと、歌舞伎はね、ないですね。 なんかカフティ映像とかで見たんですけど、うん、なんかね、このね、これが怖い。これが、うん。この鬼みたいな、これがね、結構怖くて、うん、なんかちょっと、あれかな。うん。そして、かぶさん、ドーム公演はリンクの作り方が気になりますね。あ、これね、昨日読みましたよね。そう、これフィギュアスケートの話で、はい、ということなんで、うん。 カブ、えー、さん、霊感があると大変ですね。私は鈍くてよかったです。ベルギーの霊にも塩は有効なんですか釣りの家は何も出ないといいですね、うんあの。塩は多分ですけど、世界共通かと思います。で、あのこちらのお,りおまじないで、えーっとあの、嫌な人がいた場合、えー、十字架をあの嫌な人の方に向けて、ですねそこに塩を振りかけると、 あのその人がいなくなるっていうおまじながあって本当にあったらしいです。うん、で、なので塩っていうのは結構使われたりするらしいですよ。うん、で、次の家とかっていうのは、まあ、結構それも、えー、やっぱりこう最初は塩をまいたんですけど、えーね、あのやっぱり家に入るときはやっぱ塩をまくということが大事ですね。さらかねさん、どうもです。さ、え、ん、ー あ、こちら、不織、不織布ですね。うん。不織布ということで。はい。ありがとうございます。不織布。うん。そして、うさん、よろしくお願いします。えー、かむおはようございます。また朝から北の坊ちゃん、三連続乱射。日本もいかん連射で反撃ですか今日も一日頑張りましょう。これまた、北朝鮮がミサイル発射したということでしょうか。え、しかも、三連続乱射っていうのは、これは、 遺憾法また飛んだんですね、日本も。うーん。もうなんか、遺憾法というか、呆れてるっていうか、どっちなんでしょうかね。うん。まあ、でも、今年っていうか、まあ、去年からですが、異常だなって感じるんで、ちょっと危ない気もするんですけどね。うん。ようさんも言ったです。えっ、ー、と、ピッコロ様へ、優しく、的確な方法を思い、指示します。 えまずは皆さん一息ついて、えー、好物をいただくなり、えー、好きな音楽を聴くなり空を見上げるなり視線を休せません。あ 休みませんかカブ君は皆さんフィギュアスケートが大好きな人間の集まりと思います。あ、これね、あの件ですね。今の件。うん。新参者にもいろいろとし優しく教えてくださるところと感じました。暖かい場所は、えー、大切にしたいです。えー、生意気だったらごめんなさい。私はここが大好きです。ありがとうございます。まあ、たまにね、あるんですよ。こういうこと。本当に。 うんまあ、結構ね、波があって、時々そういう揉め事、揉め事っていうか、まああるんですよねで。今回は結構衝撃なこともあったり、でも勉強にもあったこともあったんで、うん、どうですかね、まあフェードアウトしていけるかどうか、まあフェ,フェードアウトなのかな、うん。えー、さらかれさん、おはようございます。えー、今朝は快晴です。本日2月20日は旅券の日です。うん。 で、1878年のこの日、外務省の、ふた、ふた手手て,でてって言うんでしょうね。外務省府、え第一号、海外旅行規則で、旅券、旅券という用語が初めて、えっと、使用されたことにちなんで、外務省が1998年に制定されました。で、株さん、日本とベルギーを含めて、全部で何カ国に行ったことございますか 一時的な滞在も含めて、行ったことのある国全部教えてください。それと、本日は世界社,世界社会、世界社会政治の日でもあります。2007年の国連総会決議で制定され、2009年から実施された国際デーです。貧困削減や国際労働機関の定める労働者の権利の促進を目的に制定されています。予想最高気温 7, 7度ということですね。えーと と一時的な対策ってこれは飛行機が止まったあの部分ところもところとかも含めてでしょうかね。うん、だとすると、本当にベ、まあ、ルギー、ドイツ、ちょっとだけドイツは。うん、あドイツはでもコロンには行ったんでドイツですね。ドイツでも西側だ,だけでえ、あとはオランダも KLM 使ったのでオランダも行ったと思います。ただ本当に 本当にすぐだ。1時間、2時間だけ。オランダ行ってないですね。うん。でも、それも含めてるんだったら、オランダも、えー、通りました。あと、オーストリアの経由で飛行機帰ったことあるんで、えー、オーストリアも通ったことありますね。でも、あの、ちゃんと降りたっていうことないですよ。うん。あとは、あ、フランス、フランスはもちろん、えー、北フランスとか、えー、モン・サン・ミシェルとか、えー、サン・マロですね。うん。あとは、ドゥエっていうところだったりとか、えっ、ー、と、えー、アミアンっていう街ですね。 あとは、えっ、ー、と、シャモニーっていう東、あえー、と東、フランスの東といいますかね、山。うん。そしてスイスですね。こちらも、えっ、ー、と、モンブランとか、まあ、それから、まあ、シャモニー行った時にスイスにも寄った気がします。うん。あスイス行きましたね。で、えっ、ー、と、あとはスペインも行きました。スペインは、えっ、ー、と、まあ、あの、こちらはですね、えー、1週間くらい滞在したと思います。うん。で、 えっと、あとどこだったかなあと、あ、桜田ファミリアも見たと、通ったと思いますね。うん。であと、イタリアはですね、えーと、マスターズのフィギュアステートの大会で行きました。うん。だから、えっ、ー、と、何国だ今言ったの。うん。イタリア、えー、スペイン、フランス、えっ、ー、と、ベルギー、ドイツ、オランダ、六カ国かなあ、でも日本も含めてか。 日本を含めると、えー、7カ国になりますね。うん。で、アジアは一切行ったことないですよ、僕。タイもないし、えー、っと、本当、中国も韓国もないので、アジアには一回も行ったことないですね。うん。で、あと、他にどっか行ったかなちょっと覚えてないですね。うん、イギリスもまだ行ってないですよ、僕実は。イギリスね、実は一回も行ってないですよ、僕。うん。あと、どこ行ったかなあと、ちょっとでも、それくらいあったかなうん。 かなって思います、はい、で今行きたいのは、うーん、どこかな。でも、あったかいところ行きたいですね、やっぱりね。うん。温泉があるとこ、うん。行ってみたいですね。うん。えー、レモンミカンさん、どうもです。えー、昨日は風が強かったが、今日は穏やかな晴れです。えー、春です。えー、娘は彼氏、あ、娘と彼氏はデートです。えー、良かったですよね。こちらね、あの、今後もね、うまくいけば 安心な感じということで、小田原市、そばの、えー、梅林へ梅の花を見に行くようです。うん、あいいですねうん 山北町の河津桜と菜の花を散策してくるかもしれません。今日は富士山も見られるかなどこでもいいのだうん、どこでもいいのだっていうところがちょっとなんかポイントなんでしょうかね。お互いに休みを取ったんだから貴重な休日はお手でつないで仲良く楽しい時間を過ごしてね。復活っていうね、よかったですよね。うん、まだね、いい感じということなんで、このままね、うん、あとはゴールイン待つだけっていう感じですかね。 はいねうん、でも、なんかいい,いい感じはするんですけどね。さだかれさん、えー、塩をまいてもしつこく霊が居座っていたとは相当厄介でしたね。というか、今回のケースはあの塩をまいたことによって、えー、っと出ていったっていう感じではなくて閉じ込められたっていう感じかなってすごく思いました。す、うんあのー、すごくまあ厄介な感じですねでね さらにそこに向けて天使を置きましたからね。うん。えー、使用くと大抵な効果がありますが、日本でしか通用せず、ベルギーでは通用をしないんでしょうかうーん、どうでしょうかね。これは、でもどうなんでしょうかね。うん。それともこの例は、それだけたくさんいるということでしょうかうん。たくさんっていう感じは全然しなかったです。うん。どちらかというと、まあ、単独で結構怨念を感じる感じですね。今回は。うん。 なので、まあ何かに対する恨みがあるのかなっていう気がしました。うん。で、ここには子供と極度の怖がりの方は絶対に住んではいけないところですね。うん、まあでもね、あの、怖がりだけの人じゃなくて、結構元気だった人もうつになったりとかする、そんな感じがしましたね。えー、かぶさんも何回もここに来て寝泊まりをしたんで、えー、大変だったと思います。あの、一つね、怖かったのが、前も話したんですが、寝てる時に、 まあものすごい隣に声が聞こえたんですよね。で、目を覚ました、さささささって向こうの方に行ったっていうね、えー、そういったことはありましたね。うん。で、寝つくにも苦労をしたのでは、あでもね、寝つくには、寝付くのはすごく早かったですよ。意外と。うん。あの、結構早く寝れて、これでは全員寝た後、深夜にトイレに行くのもかなり勇気がいると思います。で、この話、面白いんですけどそのトイレの近く、ト,トイレの、えー、近くっていうか、本当トイレの、あの、付近なんですよ。うん。 そのなんだっけそういった現象が起こるのっていうのは。で、それが原因で、おねしょとかありえると思います。うん。あ、おねしょはね、ないんですけども。でもまあ、うん。ね、特に発達途上の子どもは、や尿症を発症する可能性もあると思います。うん、あ、やにょ症ですねえ。自分に合わない環境と思ったら我慢しすぎずにえ、環境を変えることも視野に入れることの大切さを実感しました。うん。まあ、それはね、十分ありえますね。うん。 あの環境を変えることで、えー、開いていきますので。うん、ただ、おねしはあれかな。うん、まあ、な、あ、ん、のー、とかしてトイレは、でも、夜にトイレに行くっていうことはありますが、その時だけはあんまり怖いって思わないんですよね、なぜか。不思議ですけど。ささえん、ー、ん 列車ののから袋を見たのはベルギーでしたか、えー、ベルギー国鉄の路線はどの路線も北海道のような風景が堪能できるところが多そうですね。うん、もちろん日本の北海道と車両は異なりますが景色は似ている部分も多いですよ。うん、ね、なんか、ね、そういうねい言われてますよね。うん、ね、あのー、まあ町から街に町町から町行くと本当とたん田んぼじゃないや畑しかないですからね。うん ただ、まあ、いっぱいその風車みたいなものは立ってます。風車っていう方だっけ風力発電の。うん。はい。そんな感じですけど。そして、日本の学校問題において、ブラック高速即時撤廃と不適切な同調圧力文化の根絶は必ずやらないといけないことですね。以前に話題にしましたが、禁止の肌着パンツを履いてきたことを利用に、体罰があったり、えっと、これもおかしいですね。直訴でデコピンの罰など、あ、デコピンの罰など、 過去に過激なことが起きていた事例まであったようです。うん。これはセクハラですね。普通にセクハラ。うん。 で極粗デコピンってこれセクハラですよね、普通に考えて。うん。大人も子供ももっと頭を使って、どうすればよ,より良い世の中になるのかとか、えー、皆が幸せになれるのかを考えることが一番求められていることだと思います。なんかいわゆる、なんかこうしろっていうような、なんか一つ、なんか価値観を押し付けられているような気がしますね。うん。デコピン、これ極粗デコピンって普通にセクハラなんで、うん。って思うんですよね、普通に。そして、 えっと、カブさんえ高校でも運動会では競技によってはパンツかふんどし1枚で競技をしたんですかしかも私立にも関わるんですかうん、またまた目ん玉が飛び出るほどびっくりしました。当時男子校だったからでしょうかさすがに男女共和国なら無理だと思いますが、びっくりな話です。いや、これね、確か僕そう記力してます。で、あの、スポーツクラスっていうのがあって、そこが特になんか、あの、ふんどしをしてた記録あるんですよ。うん、あの、結構ね、 そういう、まあ、なんか、でも結構面白かったですよ。うん。なんか体罰とかっていうわけじゃなくて、なんか、うん。あのでもスポーツクラスは本当にうわーっていう感じだったんですよ。ただね、いじめとかなかったですからね。うん。はい。えー、そして、えー、次回パリに行ったらぜひ撮影をお願いいたします。えー、他のところに関してもいろいろ見たいと思ってるんで、よろしくお願いいたします。あの、フランスのパリに、なんかね、えー、っと、なんだっけな、アナコンダだっけな、なんか、なんだっけ、骸骨のね、 えとお墓があるっていう話いただいたんで、うん、ちょっと行ってみたいですよね。うん、そこまで、そこも撮影しちゃったらやばそうですね。はい。私は歌唱力の向上、カブさんはフィギュアスケートのスコア向上を目指してお互いに頑張りましょう。そうですね。陸上フィギュアはね、ちょっと今はね、一旦家帰ってきて、うん、衣装を作り始めてます。 えー、しばらく歌ってなかったんで、やはり全体的に少し歌唱力が落ち着いたんで、少しずつ取り戻したいもんですね。えー、将来的に動画作成、あいいですね。動画作成お願いします、うん。気になってるんで、などにも手を出すかもしれません。そ、うん、そうそう動画作成、本当ですねあの。そこね、ちょっと気になってます、僕も。うん、あの皆さん、株君テレビの視聴者,視聴者の方も、えー、見に行きますよ。うん えー、レモンミカンさんどうもです。今日のニュースです。北のロケットマン、上方やゆは2発 ICBM を日本海に発射して挑発しましたが、えー、韓国も対抗し、2発ミサイルを発射したそうです。ああ、えー、どういうことえで、これはあれなんだ。そういうことなんだ。即対応で、えー、っと日米は F15、F16、B1B B 戦略爆撃機で、 訓練をということですね。で、米韓も訓練を日本海に飛ばしたようです。おなんか随分となんかもう、あれですね。うん。大阪や岩国に米軍大大型、A、戦艦、ああと艦船ですね。が来ているみたいですと。うん。 なるほど。で、宇宙戦艦ヤマトや銀河テスト百九十九の漫画の、えー、松本さん、松本麗氏っていうのは、麗氏さん、松本さんが十三歳に急性不心不全で、えー、死去なさっていました。八十五歳ということですね。うん。で、えっ、ー、と北海道名寄市のセブンイレブンの平らな部屋え平らな屋根がですね、雪の重さで潰れました。雪が104センチ。うん。 卓郎選手おお。このセブンえセブン,ブンセブン,ブンがですか？あら、これは大変ですね。これは大変だ。これは中に人がいましたかね。うん、危ない。危ないうんで、横浜市、えー、金沢区に自動車事故を次々と起こした後で、理髪店にて離発してもらいえ、離発したことしか覚えていない78歳の男性がいたということですね。 なるほど、離発したことしか覚えてないんだこれ、車の運転したことすら覚えてないっていう、あれですかね、危なすぎでしょ、これ、うん、あこれやっぱありますよね、よくね、うん、3代の玉突きをし、それからバイクに突撃、高校2年生の男女吹き飛ばし、それ,それから離発点に、あっ、逆あそういうことなんだ、なるほど、あの僕は離発点から帰ってきた後かと思いました、うん、帰ってくる最中かと思ったら、あの吹き飛ばした後にリハ発点に行ったんですね。 それから理髪店に行ったちょっと笑っちゃいかませんけど床屋さんにしか記憶にないらしいっていうね、うん、相当な本当ですかねでも本当か、うん、え京都市の近く大分県武田市ではえ独居老人の家が全焼して焼け跡に身元不明の遺体睡眠中にお亡くなりか老人の事故は多いです今何事もなくあることに感謝しますあ本当ですねうんだから今揉めたりとかしてますけど あの本当に今平和な日本なんで結構それだけでもね何だろういいことですよ本当うんでもこの話ちょっと覚えてないってどういうことなんでしょうかねうんこれ亡くなった方いなかったんですかねだとしたら不幸中の幸いではあるんですけどもうんえーセラカレさんも言ったです インフルエンザ治療薬タミフルは副作用リスクのある医薬品で特に20歳以下は注意が必要と言われていましたなんかあの自殺しようとした人がいたらしいですよねあのなんかね窓から飛び降りようとしたりとか、うん、なんかこう夜こうね何て言うんだろう歩き始めて急に、うん、突然異常行動を起こして、えー、外に飛び出して車にはねられて死亡事故にまで至ったケースもあると聞いていますうん なんかそんなことありましたよね。このため私に関しても、処方された時に家族には念のため回復する間での,あ間,での、えー、間は、えー、家を子供1人だけは短時間であっても、 えー、させることなく、えー、健康観察をしてくださいという指示も出ました。うん、あの、そうですね、僕もそんな感じだった気がします。結構なんかね、そういった副作用があるっていう話で、まあ、怖,い怖さはありますよね、ちょっと。うん。で、私に関しては何事もなく、むしろたった1夜でとてつもない苦しみから解放されて、魔法のようなだと思いました。うん。ただ えまさかのおねしょうをしてしまいました。一応これも副作用かもしれませんが、お憔水という形で、体外にインフルのウイルスが退散したものかと思います。うんあのー、たくさんやっぱり水分を出したんでしょうね。でで寝る前にいつも通りきちんとトイレに行ったつもりなんで、不正利用がありませんでしたね。まさにデトックス。うん、下毒ですね。デトックスだと思います、僕もで。正直に言いましたが、特に何か言われることはなく、むしろ一日で気になった、あ あ一日一気に良くなってよかったよとだけ言われました。うんえー、この頃小学校卒業まで残り1ヶ月半ほどに、えー、迫っていて、このまま解禁症へまっしぐらという状況でした。で、えー、最初は過失だと思っていたものの、インフルだったため、高血と同じ扱いとなり、禁症を達成となりました。おめでとうございます。うんね そして、その後中学校でも,達成あ中学でも達成したんですね。うんえー、そのため、この時の出来事や心境、今でもはっきり覚えていました。で、この時のおねしょは3年ぶりで、えー、中学校を卒業、えー、直前のタイミングで復活してしまったのかと一時は思いました。えー、この日かけりで翌日以降は大丈夫でした。で、しばらくの間は念入りにブリーフのチェックをして、えー、少量でも漏らしてないか。 一旦脱いで内側も自分で確認しました、えー。ブリーフは普通の白ブリーフであっても、えー、特に軍事射精とか、えー、VBD 精あたりは、えー、ちびり程度や少量ならば、ズボンに被害が出ずに済むことはなく多く、発達,の子どもあ発達途,上途上の子どもにとっては守護神ともいえるとあへえ、全然知らなかったですね。 多くのケースでえ、少なくとも小学生まであたりは、男の子は白ブリーフを履かせる理由が多かったとは思いますが、えー、その理由も不足の事態に備えているかもしれません。うん、でも、ちびるとかっていうのは全然ね、あの、あるとは思いますよ、普通に大人とかでも、うん。ね、普通にこれはもう、あの、なんだっけ。 あのだからくしゃみとかね、ただけでちびるとかってあると思うんですよ。だからまあ全然、なんていうのかな、あのそういうのって整理現象だと僕思いますよ、うんえ。トランクスならば防水はまず無理だと思います。え見た目の悪さを除けばえ、最強の機能性を兼ね備えていると思っています。うん、見た目、見た目、うん、まあ確かに見た目ね、うん、あるかと思うんですけどもね。うん えー、そして、それからさん、えー、チャック付きのまち袋は、日本でしたら、ダイソーにて、えー、30枚から50枚ほど入っている、1セット税込110円で買えるんで、安くて衛生的なマスク入れを用意できますんで、おすすめです、えー。コロナが流行して始めた時にに、えー、日本の報道番組で、外出先で一時的にマスクを外す時にに、えー、そのまま、じかままに机や台にマスクを置くと、えー、マスクに付着したウイルスが原因で、 接触感染の危険があるため、マスク入れを用意するとか、飲食店の卓上にある紙ナプキンを敷くなどした方がいいと聞いたので、どうすべきか家族に相談したら、チャック付きのまち袋はいいと思うよと言っていたので、私もそれを実践することにしました。私の母は毎年花粉症に悩ませているため、コロナ禍以前からマスクの保管に調理用で使うチャック付きのまち袋を使用していました。 えー、カさんに質問です、えー、ベルギーにはコロナ禍以降、マスク入れは販売されるようになりましたかいや、マスク入れないですよ、うん。ないないない、マスク入れなんてないですね。あのー、そういうなんだ、もう、あのマスクもうほんとう、ざったがっててみんな、うん、もうほんとね、うわーってかって、もうなんか捨てたりとかしてます、普通にね。 うん、まあなんかそれとチャック付きの町袋はベルギーではあ,るあこれはね売ってますよ普通に普通に売ってます、うんえー、次回の遅刻の際には今後の感染症にも備えるためにも、えー、日本製のマスクと柔らかい日本のティッシュをたくさん買って、えー、自宅に備蓄されると安心だと思います、うんまあ、他のものをねちょっと買っちゃうので、うん、でもねティッシュなんかは本当に便利なんでね日本のはね、うんえー、日本のね企業の人がもうちょっとこっち来たらでも あのこっちで買うと高くなっちゃうんでね、どうしてもね。あの、日本だ。結構、ティッシュとか紙類って、日本は安いですけど、こっち高いんですよ、結構。だから、本当に日本はいいですね。うん。日本なら苦労せずに、当たり前に手に入るもんでも、ベルギーではなかなか手に入らないものも、 えー、結構あるようで帰国した時や日本から荷物を送ってもらう時などを利用して必要なものをあらかじめ備蓄する必要がありますね、えー、便利な日本で生活している私たちはありがたみを忘れないようにしたいと思いましたいや本当ですよ、うん、本当にもうすべてにおいてすごいですよ、うん、すごいと思う、うん、なんかねなんかそのあとね結構ね日本人はゴミをしてるうん ゴミを捨てる主義かなって思いますよ。あの、やっぱゴミの日とかもゴミ結構多いですし、こちらはゴミを捨てることに対して結構うるさいんですよね。うん。もちろんね、あれなんかそのゴミ捨ての日ですよ。なんかゴミ捨ての日も少ないですし、結構ゴミを捨てることに対して非常にシビアなんですよね。なので、結構あれかな。うん。文化の違いがあるのかなっていう気はしますけどね。やっぱり。うん。